チャオってことで船長です。今回の動画はこちら、富士フイルムさんの映るんです、これを持ってパークに行ったらめっちゃ楽しいんですよっていうのをお伝えできればと思いますので、動画のご視聴よろしくお願いしますということで行きましょう。これですね、売ってるところは舞浜駅のスターバックスの隣にコンビニエンスストアがありますよね。あそこでも先月の末に行った時は売ってましたので、それとディズニーシーのお土産屋さんの中にもあったんですよ。ただね、ちょっと高いんですよ。だいたいこれが2000円ぐらいの値段なんですよ、普通に買うと。ディズニーシーで買うと2400円だったんで、そこ儲けると思ったんですけど、はい、ちょっと2割増しの値段になってますけど、でもパークの中であったら動画見て思い出した時に買うことができればですね、いい写真がまた撮れるんじゃないかなと思います。これフィルムなんですよ。普通ですね、これ見えます、これ、はい、このフィルムで、ね、かかる値段がですね、現像が950円、それとこれをですねデータにして QR コードでですねスマートフォンに転送するというサービスがあるんですよね。それが880円かかります。カメラの北村さんでやってるサービスなんですけど、これがだいたい1800円1本ですね。だって結構かかるんですよ。これが2000円、これが1800円、そうするとまあ4000円弱ですかね。そのぐらいちょっとお金かかるんですけど、でもすごいいい写真が撮れるんで、まあおすすめします。でこれがですねフラッシュもついてて27枚撮りの商品になってます。注意点がいろいろありまして、まずですね、夜の撮影がもうちょっとフラッシュがですね、やっぱこの手でカシャっていう感じのフラッシュなんで、フラッシュがほとんど使えないです。ただキャラクターグレーティングに行った時はギリちょっと明るい感じなんで使えたんですけど、ビッグバンビートの2階席公演から行って、あ、ステージをこう撮ろうと思って撮ったんですけど、これ全然やっぱフラッシュが3メーターしか届かないんで、2階席からステージを撮ってもちょっとそれはね全然撮れなかったので、そこは注意されてください。カメラの北村さん以外でもできるところがあるのかもしれないんですけど、田舎の方に住んでて、そこにあったですね、近所の写真屋さんみたいな、街の写真屋さんっていうんですかね、そういうとこに持ってって現像をお願いしたんですけど、そういうとこではできなかったです。できるのはもう普通のこのネガを焼いたこの普通の写真っていうんですかね、あれはできますって言われたんですけど、そのカメラの平野さんでやってるようなスマートフォンとかで送ったりするようなデータ転送のサービスはちょっとやってないってことだったんでマジかと思って車を走らせてですね、50キロぐらい先にあるんですよ、カメラの北村が。はい、そこに行って、現像っていうか、なんですかね、データ渡しっていうんですね、スマホ転送サービス。はい、それをしてもらいました。これが大体枚数が27枚なんで、カシャ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 、めっちゃほら、スマートフォンとかだったらやり直しとか聞くんですけど、これやり直し聞かないんで、27枚取ってたらもうあっという間になくなっちゃうんで、そこは注意してください。いいとこでもあるんですけど、これですね、見れないんですよね。当たり前なんですけど、撮ってもうカシャって撮れますよね。もう撮れてることを祈るしかないです。でも結構撮りミスは私はなかったんですね。もう脇を押さえてこうやって絶対ブレないようにしてやったんですけど、撮りミスはないんですけど、グリーティングに行った時にフラッシュをつけ忘れてたり、このくるくるって回すこのダイヤルみたいなのがあるんですよね。それを回し忘れてたりして、ドナルドに行った時に失敗しちゃってですね、ごめんドナルドってもう一回って言って、俺のこれで撮らせてもらっていい？そこに巻かないと撮れないから、ちょっと待ってね。お願いします。はい、行くよドナルド。はい、チーズ。フラッシュつけるとなかなかいいですか？はい、じゃあお取り直しだね。ごめん、フラッシュ。はい、行きます。はい、チーズ。巻かなきゃいけなかった、ごめん。最後のね、3度目のラストでした。はい、チーズ。オッケーサンキューサンキュー、ね、はい、やってもらったりしたことがありますんで、そこはちょっとね、そんなことはなかなかないと思う。でもいい感じで撮れるんで、現像するまでわからないっていうのがいいとこでもあり、また帰っての楽しみもあるっていうグッドポイントでもあると思います。その現像するときにアプリが必須で、これは
北村さんに行ったらですね、そのアプリの QR コードも一緒にもらえますので、アプリがムービンスタジオっていう、まあ、iPhone とか多分 Android でもあるのかな、そういうアプリがありますので、アプリを入れてなんか QR コードで読み込んだらなんか、まあ、それは全部あの北村さんの紙に書いてありますので、まあ、その通りやれば、でそれからダウンロードをどれしますかで選べるようになるんで、まあ、それを選んでいけばいいかなと思います。はい、そんな感じで、このすごいノスタルジックというかエモーションというか、そんな写真、私がディズニーランドとディズニーシーに2日間いた時に撮ってきた写真を、最近私のですね、もうお気に入りの花火が終わった後に流れるこのなんかリビニンカラーのなんかあのバラードみたいなやつ、あれに乗せてお伝えできればと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。ということで、行きましょう。どうぞ。